皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。はい、今日もですね、また友達の、何をもって K なのかわからないけど、全然 K はない名前ね。ないですね。名前変えますか？なんか自分の好きなの言ってもらうと、それに今回 K にしましょう。みんなに浸透したK でいいですか？ありがとうございました。 K しましょう。はい、じゃあ今日もですね、友達のケイ君と一緒に撮りたいと思います。今日来てもらったのはですね、今俺が乗っている車、シボレーのブレイザーですねについてなんですけど、去年からですね、ぼちぼちちょっと遠出をするようになりまして、うんうん、言ってもあの車は燃費そんないい方じゃないんですね。リッター 6.9 ぐらいだったかな。まあ大きいからね、そうね、エンジンのサイズもでっかいんだけど、で、まあそれが売りではあるんだけど、国産車はもう燃費がどんどん伸びてってるわけで、30超えてるようなやつもあるわけですよ。エコカーブームね。そう、うんうん、でやっぱりちょっと遠出をする際にですね、どうしてもちょっとそのガソリンの量が気になってきてしまいまして、もう最悪ちょっと一緒にその時行く友達の車で行くとかをするわけですよ。なのでちょっと本気で今回車をですね、もう買い替えようかなと。いよいよ来ましたか。はい、もう言ってもあれがもう何年かな、5年ぐらいは乗ってるんですね。で、月がだいたいガソリン代がですね、だいたい3万ぐらいかかります。3万。はい、もうそれ新車でなんかカップ組んでもいいね。で、ただですね、あれはあれでいいことはあるわけですよ。っていうのも、あれナンバーがですね、3ナンバーじゃないんですよ。1ナンバーなんですよ。貨物扱いになってるので、毎年ほら、あの車の税金とかがあるじゃないですか。あれがめちゃくちゃ安いんですよ。おうおう。ちなみに今 K 君が乗ってる車は排気量はどのくらいでしたっけ？1500というと、税金いくら？3万。まあ大体3万5000円ぐらい。3万5000。なるほど。今俺が乗っているあのブレイザーは、毎年の その税金が、8000円です。今の軽自動車よりも安いね。今の軽自動車よりも安いね。安いんですよ。ただ、毎年車検っていうのではあるんですね。で、ただその毎年車検って言ってもどうかな、車検代っていくらぐらいかかる？2年で1回でしょ。2年で1回でまあ12、3でしょ。12、3でしょ。ああ、まあ、これはちょっと俺だけかは分かんないんですけど、毎年車検でだいたい6万から7万ぐらいですね。まあでもそれを2年で考えるとまあ変わらないぐらい、ね、あんまり変わらないぐらいにはしてるんですよ。で、車屋さんのことをどうっていうわけじゃないんだけど、あ、これも買い取ったよとか、ほら親切心で言うところもあるわけよ。で、気づいたらまさかの20何万とか。毎年はちょっと言いたいんで、ね、もう俺はもう最低限だけでいいですよって、車検が通ればいいんで、なんかある分で自分でできる分はもう自分でするからいいですよなんていう感じで、いつもお願いしてるんですけど、そろそろですね、ちょっと車違うのにしようかなと、今年に入ったからちょっと思い始めまして、今ここ1週間ぐらいが
またちょっとその気持ちがピークを、ね、ピークになってます、うんうんうん、でここからが本題というか、うん、じゃあ何にするかっていう話になるわけですよ。で今希望としましては、もうこれはその金額とか無視しての話で、やっぱり乗るなら自分がちょっと乗りたいのに乗りたいじゃん、うんうんうん、去年の末、去年の末、はい、新しくまたちょっと形が変わって出直したやつで、うん、一個気になるやつは実はあって、鈴木だね、鈴木なんだよね、うん、もしかしたらそれ俺も多分同じやつ考えてると思うよ。あ、嘘、うん、多分今の話で行くなら、うん、多分これは意外に一緒かもしれない。一緒だね。スライドドアだよね。あ、スライドドア。なるほど、ね、なるほど、なるほど、はい、あ、もう一緒、一緒一緒ですか。もうガッチガッチ、はい、あれの元の方を見ると、うんうんうん、正直興味はそそらないんですよ。まあシンプル、シンプルで、うん、カスタムバンカなんかがちょっとフロントのほらグリルがごつくなったような感じで、ね、軽なのにワンボックスみたいな感じに見えるような仕様になってたけど、今回のさらにもう一個派生したようなやつは全然また違う感じで、うん、そうだね、それこそジムニーとか、うん、あとハスラーか、うんうん、そうだね、うん、もう鈴木がこんなんでいきますよみたいなのの流れがもう流れてきたよね、来てる、本当に来てるね。ということで皆さんはどうでしょうか、なんとなく想像はついてますか。今我々が言ってたのは鈴木のスペーシア、スペーシアギア、ギアですね、ギアですね、スペーシアギアです、うん、いい車ですよ、あれは。あれはちょっと興味が出ましたね。なんだろう、勝手に頭の中でほら想像が膨らむじゃん、うん、ああもうこんなのしようかなとか思って、うん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 、車体の色だけはもう勝手に決めちゃった。車体の色ね、うん、水色っぽいやつ、水色でもしかして屋根がツートンみたいな、そうそう、ツートンのやつね、いいね、うん、いいよいいよ。それがここ数日は頭から離れないんですけど、まあちょっとどうなるかはまあ全然まだ白紙の状態なんで分かんないんですけど、何か進展があればまたちょっと続きで撮りたいなと思います。ということでですね、今回の動画はここまでです。これにかかってこい。